にちは、池田真子です。今日のマカチャンネルは DIY です。はい、今回はもうすぐクリスマスということで、こちらリースを作ってみました。クリスマスバージョンと、あとこっちはお正月バージョンも作ってみました。こちらは100均グッズだけですごい手軽に作れるようにいろいろ考えてみたので、ぜひ皆さんも試してみてください。今回使ったものはこちらです。それではその作り方をご覧ください。マカチャンネルスタート。それでは始めていきます。まずはこちらのアルミ針金を使っていきます。で、今回こんな風に丸いのがもともと入ってたんですけど、それを30分くらい、これは好みの太さでいいんですけど、取ってカットします。そしたらこの上の重なった部分をこんな風にくるくるとねじりながら固定していきます。はい、できるだけこうまっすぐになるようにこんな感じで作ってください。そしたら今度はこのリボンをここに巻いていきます。で、こちらの G クリアをこのワイヤーにバーってつけながら、こんな風に斜めになるようにぐるぐるしながら巻いていきます。で、これを巻けたのがこちらになります。じゃん、こんな感じで全体巻いてください。グルーガンでもいいんですけど、こちらの方が熱くならないので安全だと思います。そしたら次はこんなパーツをつけていきます。こっちはグルーガンでつけていきたいと思います。グルーガンの方が速乾性があるのでいいかなと思います。で、グルーガンを使うときは下にこうシリコン素材かこういうツルツルしたものを敷いてやると、後で下にこぼしたときとかに取りやすいと思います。ちょっと一つ忘れてました。こちらのフォームを先につけていきたいと思います。Gクリアを使って、ちょっと今回は下の部分だけにこちらをつけていこうと思います。はい、こんな感じで下につけました。そしたらこの上からこちらのパーツをグルーガンでつけていきます。はい、こんな感じでつけることができました。しっかりと接着されています。では次は毛糸とかこういう紐のものを用意して一度結びます。こんな感じで結べたら、こちらの紐をここにかけていきます。はい、そうすることで壁にかけることができます。じゃあちょっとここに結び目があるんですけど、この結び目を隠すような感じで、ちょっと1個余らしたリボンのパーツをこの上から貼っていきます。はい、リボンを貼れたらこれで完成です。こんな感じでお正月バージョンも作ってみました。ぜひ皆さんも好みにアレンジしてみてください。いかがだったでしょうか。今回はこんな感じでクリスマスのリースを作ってみました。連載させていただいているブログではこんなお正月バージョンも作ってみました。すっごい簡単で、ちょっと今回はファンシーな感じに仕上げてみたんですけど、ぜひ皆さんも好みにアレンジしてみてください。作っていただいた DIY はハッシュタグまこチャンネルで SNS にアップしてみてください。アップしていただいた画像は動画の最後で紹介させていただいています。他にも池田まこのまこチャンネルでは DIY やメイクなど週4回アップしています。気になるのがあったら評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、今回は池田まこの100均 DIY クリスマスリースでした。バイバーイ。